クリスマスイブの夕暮れ、ウィンディアは街で凍えて泣いている女の子に声をかけました。どうしたの？女の子は答えました。迷子になったの。ウィンディアはその子をお屋敷に連れて帰ることにしました。それが聖夜を悪夢に変える出来事の始まりだったのです。その小娘はもう用済みだから教えちゃおう。お土産もいただいたし、もう用はないや。バイバイ。願いの音符が飛んでっちゃったじゃん。ねえ、
私のせいだって言うの、キャスパー。そんなことより飛んでったあれ、早いとこ全部集めなきゃ。そうね、ジルバラード中に飛んでっちゃったもんね。さあ急ぐわよ、ウィンディア。何を偉そうに、私の方が年上なんだぞ。We'll be right back.
なんかやめて。なんとか助けて。
ち着いて聞いて。どうしたんだよ。おじい様が亡くなったわ。え？嘘。私たちも一生懸命手当てしたんだけど。私のせいだ。私が殺したんだ。違う、あなたのせいじゃない。悪いのはサタンクローズ。すべてあいつのせいよ。でも安心して、おじい様を助ける方法がまだ残っているわ。どういうこと？願いの音符を全部集めて、私たちの願いを叶えるのよ。じい様を生き返らせてって。じゃあおじいちゃんは？まだ望みはある。さあみんな急ぎましょう。ここだわ。この宮殿に最後の音符がある。そしてサタンクローズもいる。どうなってるの？ここは建物の中だったのに。この景色、ヤツの作った幻覚ね。惑わされないように気をつけて。行くわよキャスパー。あら、風使いさんは臆病風を吹かせてるのかしら。何よ、もう怖くなんかないんだから。
見つけた、サタンクローズ。願いの音符を返しやがれってこの子が言ってます。何言ってんのよ。生意気な子にはお仕置きだぞ。変態野郎が調子に乗んなって言ってました。むきー、一番言っちゃいけないこと絶対許せないもんね。パッパッパー。どうすんのよ。作戦よ作戦、頭に血が昇った今がチャンスよ。もう怒ったぞ。お遊びはこれまでだ。頭に来たもんね。やばいかも。本気にさしちゃった。どうしてくれんのよ、キャスパーのバカ。カー君の城。あれはサタンクローズが光の扉に吸い込まれている。やだー、バカになんか戻りたくないよ。これがあなたの犯した罪の重さよ。命があるだけ感謝することね。助け、これで全部揃ったわ。いつの間にか眠ってしまったのか。それにしても冷えるな。誰かおらぬか。よかった、おじいちゃんが無事に生き返って。一時はどうなるかと思ったよ。お前たちのおかげじゃ、本当にありがとう。どれ、今夜はクリスマスじゃ。お礼にわしが何でも願いを叶えてやろう。遠慮せず言ってみなさい。やった。はい、どうしよっかな。
私、豪華なクリスマスパーティーがしたいな。私はセクシーな大人の服が欲しい。お安いご用じゃ。サタンクローズの脅威が去ったジルバラードに、ようやく楽しいクリスマスが訪れた。ディオール邸では盛大なパーティーが催されている。一度は失われたこの幸せを皆心から感謝し、喜びをかみしめていた。その無邪気な笑い声は、いつまでもいつまでも温かい食卓をにぎわすのだった。キャスパーたちは服の仕立て屋に来ていた。キャスパーは大人びた服を注文したが、サイズ的になかなか厳しい注文だったようだ。あらあら、まだキャスパーには早かったよね。いやだ、ローザネーみたいなセクシーな服が着たい。だってまだ胸が…いえ、発育が